そのあたりで出来上がっちゃうことが多いんです。でそれに対して本当に肉付けするとか引き算するとかまた違うアイデアを持ってくるとかっていうようなことをするので、ほぼほぼ最初の時点でやりたいこととかっていうのは決まっています。でなのでそういった意味でもキーワードとかあとは何て言うんですかね、まあ、言葉みたいなものっていうのを紡いでそれを共有化して作っていく形です。でまず一つ目です。これってもうあれじゃないですか、ちょっと喋ってもいいですか、はい、これってクリエイティブの基本ですよ。これ見慣れたものを見慣れないものにする、あとその逆なんですよ、逆も、はい、見慣れないものを見慣れたものにするっていうのがあるんですよ。これね、クリエイティブのゴールデンルールの一つですよ。ありがとうございます。ちなみに、はい、ではどうぞ。やりやすくなったのか、やりにくくなったのか、ちょっと分かんないですけど、この本の宣伝してない。これ基本ですよ、基本。基本というか、はい、これバンバオ一世三宅っていう一世三宅さん のご存知の方多いと思うんですけど、三角ピースの集合のバッグの、お店なんですけど、2010年に単独のデビューブランドデビューされてからずっと店舗設計をさせていただいてきてですね、この、まあ、下段にあるバンバオ一世三宅阪急メンズ東京ってあるんで、メンズなんですよね。今までレディースだけだったんですけど、メンズの商品が揃ってきて、初めてメンズで1号店を出すっていうことになって、そのご依頼をいただいたものなんです。で、バオバオ一世三宅の魅力って触ったこと触れたことある人なら分かると思うんですけど、本当に1枚の布みたいに三角ピースがずらっとフラットな状態から荷物を入れるとこう一体になって、その荷物の量とか形によって思いがけないこう形状にシルエットになるっていうようなバッグなんですね。でそこにはやっぱりその見慣れたもの見慣れた状態っていうのが、予想しないような形になったりっていうような変化を伴っているので、今日はそういったものを、ダイレクトに何か、店舗に反映できないかなっていうのがスタートラインなんですね。でこれはクローズアップ、後々出てくる写真のクローズアップなんですけど、建築やられてる方はちょっとピッとくるかもしれませんが、グレーチング材なんですね。グレーチング材ってなんとなく聞いたことあるかもしれない。こう建築とかよくこうベランダとか外構とかで使われてたりする、マス目状のものなんですが、まあ、ひいてはその道路の側溝なんかもグレーチング材って呼ぶんですけど、これはよく最近用いられている樹脂製の軽いものですね。を使って、でこれ意外と街歩いてるといろんなとこで見かけて、このグレーチング材を、見慣れたグレーチング材を使ってなんかこう番号の新しいお店ができないかなっていうのが始まりです。でグレーチング材を使うと、そのいわゆるバオバオ一世宮家のこの三角の幾何学っていうところと、このグレーチング材のグリッドの幾何学っていうものが、親和性を高めてくれるんで、そういったところでも、つながりが期待できるかなというところですね。でこれをなんとかこうどうお店に消化していくかっていうところが、次の写真で、これお店の全体像で、1号店とはいえとても小さくてですね、7坪ぐらいのお店なんです。で当然阪急メンズ東京なんて近隣はメンズのお店しかなくて、で共通環境なんで天井も触れないし床もそのまんまっていうことで、本当は敷地境界線がここなんですけど、全く見えないというロケーションですね。でこの壁も阪急さんの持ち物なんで触られないと、ロゴだけつけていいよっていう、でこれも阪急さんの持ち物ですというような、なかなか悪条件って言っていいのか分かんないんですけど、割とそれはそれで楽しいかなと僕はいつも思う方なんで、じゃあ家具的な作りなのねっていうことで始まるわけなんですが、さっきのグレーチング材を、見慣れたものから見慣れないものにするプロセスとして、いわゆる積んでみるとか、切り取ってみるとか、あとは穴開けてみるとか、囲ってみるとか、そういうやり慣れた行為だけで、何か不思議な思いできないかなというのが始まりなんです。
でこれ一番手前にある重機なんですけど、あの既製品のグレーチング材がこの3センチなんです、厚み。これをずらーっと積んで、その上が台な商品台になってるっていうことなんで、一番上はこういうマス目状の表情が出てきて、側面は当然こういう開いた状のものが出てくると。でこれを、さらに角度を変えてみると逆側の側面っていうのは、あの切るところ、グレーチング材をスパッと切るところに中途半端ができると、こういう断面がいっぱい出てくるんですよね。でこれも重なってるんで、ほんのりストライプになって、このグレーチングの断面もジグザグ状に細かく出てきてですね、ちょっとこう計算したうちに表情では出せないような表情が出てくる台なんですね。でこれこっちは切りっぱなんですけど、こっちは断面を徹底的に磨いてあって、あの環境が映り込むようになっています。でこれが天板のところはこういうマス目が出てくるんで、こう商品を置くと三角の幾何学と四角形っていうのがちょっとこうリンクするっていう。でいくら軽い樹脂製の、グレーチング材といってもめちゃめちゃ重くてですね、これだけで、300キロ以上ある重機になっています。まあ、これはディテールですね。300キロ。そうですね。そんな重く見えない。そうなんですよ。それも一つ狙いどころで、実はめちゃめちゃ重いんですけど、樹脂っていうものを見ると人ってそんな重く感じない、樹脂製以降が軽いだろうっていうふうに刷り込まれてるんですよね。もうそのギャップがまた面白いっていうところで、あのさっきの前半の話にもありましたけど、ちょっと遊び心というか、そういったものも込めたいなと思ってました。でこれはあの積み重ねてこういう金具、既製品のこれグレーチング専用の金具があるんですけど、これで全部引っ張ってるというようなんですね。でこれグレーチング材ってプロダクト、工業製品なんで型抜きしなきゃいけないんで、生産するとき断面がこれよく見ると分かるんですけど、入り口と出口では厚みが違うんですよね。だから微妙にハの字になってて、膨らんで縮んで膨らんで縮んで膨らんで縮んでっていう断面が出てくるっていうような。そうですね、その辺が割とこうあの意外な見え方になるっていう点です。でこれはまた違う方法で、グレーチング材をくり抜いた状態っていう感じですね。くり抜いて中に垂らした透過液ですけど、くり抜いた時もこういうふうにマス目がきっちり終わるところでくり抜いたケースと、この下みたいに中途半端のところで切り抜くとギザギザが出てくるんで、次の写真、ギザギザになるとこういう感じに、また違う表情、でこれが完璧な直線じゃなくて手作業で全部積み重ねていってるんで、ちょっと歪んでるんですよね。でこの歪みが何とも言えない味わいにならないかなと思って、重ねるっていうことの重要性をこの徹底して詰めていったって。想定外じゃなくてこれ想定してたんですか？想定はこうなったらいいなと思ったんですけど、あの意外と想定以上に面白い表情が出ました。色ムラも出たん で色ムラが結局あのグレーチング材を生産するときにロットの差で同じグレー色でもちょっと淡いグレーと濃いグレーがばらつきが出るっていうのもあの助けてもらったらいいかなと思いますね。あとはこれはもう正面上重ねると、あの当然このマス目に物が刺せるんで、10枚ぐらい重ねてスポッとここに軸を刺すと、こういうフェイスアウトができるっていうような感じですかね。着脱式の、これ直感的にこういう思った人もグレーチングいいな。そうですね、グレーチングいいなと思いました。で普段見てたからやっぱり、インプリントされたのかな。そうなんですかね、そうですね。でそういう切ったりとか重ねたりとか、穴に突っ込んだりとかっていう原始的な方法を繰り返しているうちに、あそういう重機を寄せ集めたら、なんか変なお店って言っちゃいけないのかな、なんか不思議な眺めになんないかなっていうのを体現した写真がこれなんですけど、あんまりこう難しいことを考えずに積んでみました、切ってみましたっていうような
そこういう意外性があるし、バオバオ一世三宅の売りでもあるかなと思って。そ、ね、村があるところもいいですよね、気にしなくてというのが紹介でした、ね、はい、これはじゃあこれ2軒目なんですけれども、そこにいらっしゃる学生者さんにご協力いただいて、はい、出来上がった祖母を横浜のビューティーサロンっていうところなんですね。で、まあ、これすごいこう、祖母横浜の、美容に特化した環境空間、11種類ぐらいのテナントがこうちょっと集まってですね、そこにサロンと、サロンも併設されると。なので、それの環境空間を作るということで、デザインしました。でこれは、まあ、何から何に変化しているのかというと、普通、百貨店の環境空間ってこうスパーッと廊下がきれいに伸びてですね、でそこにテナントがピッピッと張り付いていく、まあ、すごいこう直線的な空間なんですけども、まあ、今回はそういうことではなくて、それを一回こう壊してですね、もっとこう当たりの部分を強くするというか、直線だとものをこうぐしゃぐしゃクランクさせることによっていろんな表情が出ないかなということで、それを一つコンセプトにして作ってみました。これファサードなんですけど、この辺はもうテナントさんなんで我々がタッチできないところで、まずこうビューティーサロンとしての門構えをしっかり作りましょうっていうのが、初めなんですね。で、リースラインここなんですけど、ちょっとはみ出てるんですけどね、ここって結局予約してくる場所なんですよ。施術の予約を何日の何時っていうふうに予約してくる場所なんで、あんまりフラッと入ってくる場所じゃないんですよね。ただでさえ他の売り場よりも人気が少なくなってしまうっていうような、宿命を持ってる売り場なんですね。なのであえてもう門構えをしっかりして境界線を作って、ここから中にまた別世界広がってますよっていうのが門構えがまず一つなんです。でこれ全体のプランですけど、今のファサードってここだったんですね。この一番下のところ で、 でこの 1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていう番号負担がテナントさんなんです。で中央にこうラウンジっていう風になって、でここのラウンジはいわゆるここの施術を受ける方の前あと前後クールダウンしていただいたりでするような、憩いの場所になっていると。で、まあ、これもさっき前半で紹介させていただいた生物さんと一緒で、我々がデザインするところってこういう床とか天井とかしかないんですよね。でさっき百貨店ってほとんどこういう一本動線だと思うんですけど、あえてこう当たりをつけてこうクランクの動線を作らせて、これストーンと行っちゃうといいんですけど、ストーンと行くと殺風景に拍車がかかるっていうことになってしまうので、ちょっとこんな風にねじ曲がった。で、回遊性、これちょっと繋がってるんですけどね、ラウンジ色付けちゃったんですけど、ぐるぐるぐると3番のテナンスさんの周りをぐるぐるっと回遊できるようになるんですけど、ちょっと遊歩道みたいな感じで、結局こういう環境の設計、百貨店さんやらせてもらうときにいつも思うのは、割とこう街の計画を作ることに近いかなというような気がしているので、そういった意味では、こうもうちょっと歩き回ることを楽しんでもらう入り口っていうのがあってもいいかな。界隈ですね、界隈設定ですね。そうですね、はい。でこれ何が大変だったっていうと、この残ったの切り取られたこういう凹凸のテナントさん、半端なところまで、そうですね、これの規制図も我々がかなりあったんで、それがちょっと大変ではあったんですけど、一応それに挑んだと。でちょっとでもお客さんが入ってほしいんで、入り口にこんなちょっと細工してですね、大量の矢印パターンみたいなのを埋め込んで、姑息なことをやってみたりもするんです。でこういう対外インフォメーションが取れると、はい、でこんな感じでさっきのものが見えるんですが、ただクランク、さらにこう、それまたあれですね、フロアでまた余計強調してらっしゃる。そうなんですよね、ちょっと動きをつけていて、これなんでこうしてるかっていうと、結局テナントさんがどういう衣装の床を張ってくるのかがわからないので、
真っ白同じの貼ってくる可能性もありますし、そうすると馴染んでしまうので、ベテランさんのリーストラインをこうやってしっかり縁取りながら、その縁取りをぐるぐるぐるっと、もうちょっとこうグラフィカル絵を描くように展開させて、はい、ちょっとこのジグザグ動線を強調して一番奥のテナントまで見えるようになっていると。それで結局あのビューティーサロンなんで割とこう自然を絡めたいっていう話があったので、人工的な自然と、まさにリアルな自然っていうのをミックスしています。これ入り口はこういう樹木になっているんですが、このラウンジの入り口も樹木になっていて、一応こう距離を刻めるように心理的にランドマークになるように、ここにも何かあるのっていう目印ですねになっています。なかなかその視点の誘導が面白いですよね。このいかにもパターンがあるからね。そうですね、できるだけ目線が動いた方がいいだろうなっていうのがポイントになっています。でこれ天井はちょっと歪んだステンレスが貼ってあるんですけども、これが結局ちょっと今写真がそうなってないんですけど、人が歩くと前を歩いてる人の頭がこう映り込んだりとかしてですね、歪んで、これちょっと動きがもっとこう加味されるような、構造になっているので、これがいわゆる、まあ、水をイメージした人工的な自然、ちょっとムービーがあってよかったですね、これブービーでね。まあ、どんどん奥に入ってくると、こういう真っ白なテナントさんが突如現れたりと か、テナントさんにとってはこうちょっと奥まっちゃって見えにくいから毛嫌いされるんじゃないかっていうお話もいただいてたんですけど、それは違いますよね、うん、やっぱりこの方が引き下がりますよ、あ、そうですよね、また奥に行ったらまたちょっと発見があってっていうようなものが、だから我々これをちょっと街歩きって呼んでたんですけど、あの街歩きに近いですかね、うん、ふうに考えてました。あ、面白いこれ、こんな感じでちょっと斜めに振ると面白いこんな感じに見えるんですけど、水盤みたいに天井になってるし、そうですね、はい、奥の方にジャムシが見えるじゃないですか、はい、でこれがラウンジの入り口ですね。まあ基本的にラウンジってなんか入っていいのかなっていう不安感があるんで、割とちょっとここ目をあんまりこう動かせて、あんま緊張しないような感じ。この あの環境のなんかどうですか、カラースキームはどうですか、黄色なんですか。基本的にはグレーなんですよね、ライトグレー、はい、で結局我々がカラースキームで使ったのはライトグレーとか、ちょっとグレーイッシュなベージュとか、あんまり何色ってパッて言えないようなもので全部使ってるんですね。で特にコンクリートの肌感があるものとかを使ってるんですが、これ進行中にも何度も総合さんとお話ししたんですけど、ビューティーサロンと化粧品の売り場って違いますよねって話を何度もした。化粧品ってやっぱりこう白くこう漂白されてて、ね、パッと発光されてるイメージが強いと思うんですね。それってやっぱりこう表層を塗って綺麗になるっていうようなイメージとリンクしていると思うんです。ただビューティーサロンの場合はこう施術がほとんどなんで、体の内側から綺麗になるっていうことを考えると、施術前も後も本当の自分だよねってなったらば、割とこうツルツルピカピカの漂白された材質じゃなくて、その中にもザラザラした材質とかちょっと当たりのある材質も一緒にミックスした方がビューティーサロンらしいよねっていう話を何度もこうプレゼンさせていただきました。そうですね、ヒューマンタッチですよね。ラウンジはこんな感じになっているんですが、実際ラウンジここに滝が流れていて、音を作るっていうよりは水の音だけでラウンジの場を持たせたいと思ったんですよね。なので、ちょろっと音がここからするという感じですね。こちらになりました。ここだけ水が当たってないんで、石がそのまま見えてますけど、両サイドは全部水に濡れてこう見えてくるような。水の出てるんですか。そうですね、これ全部水に。お金も乗ってる。この色の石がこういうふうにちょっとアンダーにだんだん水を伝ってなってくると。リゾートのような。そうですね、そうですね。まあ、この辺もちょっとアイアンワークが入ったりとか、いろいろ。あ、アイアンなんですか。そう、アイアンなんですね。これちょっと表情が分かりにくいかもしれない。あとはこう適度に分ける肘置きっていうので、あとは携帯の充電が絶対必要なので、こういうところに全部実はピッタッと入っているんですが、
ですね。なので、まあ、パッと見何色って言えないような微妙なところをつきたいなというふうに、大人っぽい空間デザインするというのが一つのポイントかなというふうに我々は捉えているんですけども、でこれまあ化粧直しもするので、あの左側がスタンディングの化粧直しの場で、右側が、シーティングの化粧直しができるといいなって思いますね。ブースト分けされてるんですけども、なので基本こういうのをあまりこう仕切りをつけずに、百貨店環境の中歩いてるうちに、街歩きと一緒でだんだんいいとこがあったら足が止まったりとか、行く場所があったらゆっくりしたりっていう、そのスピードをコントロールするっていうのが環境デザインのポイントかなっていうのをいつも思っています。居心地のいい場所を作るっていう、そうですね、はい。そうですね、次のテーマはですね、内向きだったもの、内向的だったものを外向的にするというか、まあ、これも一つの、ね、リブランディングとまではいかないですけれども、その見方を少し変えてあげるっていうようなプロジェクトになります。ですね、これ、我々が関わる前の物件の写真なんですね。そうですね、ビフォームですね。そうですね、現場に行ったところなんですけど、はい、九州ですか、九州ですか、大牟田ですか、炭鉱の世界遺産のなんですけれども、これ2棟、まあ、蔵というか倉庫になっていて、この倉庫を、まあ、リノベーションして、いつものなんですか、いつものの、ですね、数十年前って聞いてるんですけれども、そのこの倉庫蔵自体も、三池炭鉱の煙突だったりとか、そういうところを壊してですね、はい、それをまた蔵にしてっていうので、何度も何度もこう輪廻転生しているような建物なんですけど、はい、で今は右側は、ダンススタジオで中であのおばさまたちが踊っているのと、左側はもともとはライブハウスだったんですけど、夜逃げしちゃったみたいで、全然野ざらしのまんまで、僕らはちょっとホラーな状態で現場に行くっていうような感じです。で、これ左側はレンガのクローズアップなんですけれども、よく見るとこのやっぱりムラがあって色が一定じゃないですね。これって煙突で使われてたりとか、そういうことをさっきも言ったんですけれども、煙突の内側と外側で色の違いがあって、それをこう無造作に積んだんで、すでに何ていうんですかね、底はかどないテクスチャーがもうある、うん、いい味ですね。そうですね、いい味、いい味出ますね。多分僕らが作れないようなものがもうすでにここにはあるっていうような感じでした。で、これは中でさっきホラーって言いましたけど、こういうところってすごくおどろおどろしい感じになっていて、昔のライブハウスの何て言うんですか、痕跡みたいなものっていうのがこうまだ残っている感じです。ただこの建物で僕らの方がすごい面白いなと思ったのは、そのタイルだ、タイルこれはライブハウスで使ってた樹液なんですけれども、でその中もレンガ作りなわけですよね。表と裏は表裏一体なわけなので、そこに、木材が補強としてすでにもう入っているような状態で、小屋裏なんかはですね、こういうむき出しの状態で、ああい こう禁煙のマークがそのまま無造作に貼られたりとか、そういうような形でした。ただ僕らはそのレンガ作り の表情と、まあ、この小屋裏に、まあ、やっぱりすごい魅力を感じるというか、いいなと思ったので、どうにかやっぱりこれを活かしきれないかなと思ったのがスタートラインになります。でどうしてもこの写真を見てもそうだと思うんですけど、こう内向きというか蔵なんで、内向的で暗い、しかもライブハウスなんで多分真っ暗な状態でドカドカ音を立てているようなもので作られたと思うんですけれども、ただ今回その新しく入るテナントっていうのが地域創生とか地域を活性化するためのカフェ事業をしたいってことなので、そういう暗い雰囲気というか外側にどん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 こう目を向いているっていうようなイメージというかブランディングっていうのは必要だったのかなと思っています。
で、まあ、我々がやったのは、こういう形でリノベーションしたんですね。で、小屋組を極力その現在の建築の工期に残せるだけ露出させる、まあ、あれで最大限なんですけれども、全部今小屋組を出してしまうと不適合になってしまうので、そういうことをせずに、このそうですね、外向きにするっていうのも外部からトップライトをつけてですね、さんさんと光を取り込むっていう形です。なので外見はすごいクローズな状態なんですけれども、中に入るとものすごく開けて明るい。でこれはリニューアルした時のパサーなんですけども、基本的には変わってなくて、サインがついたのとテントがついた、ただそれだけ。だまあ僕らがクライアントに最初に言った話というのも、基本的に僕らは何も今回するつもりがないっていうところからスタート地点だったんですね。何もしないようにするためにどういうデザインを加えていくかっていうのが一つ点になっています。そうですね。これは先ほどのその窓のところからですね、こう中をアプローチの状態、そのホスペアで切り取られたところで一旦中が見えるという状態です。でこれ左側がこう右に返してドアのところなんですけれども、まあドン付きにああいう何て言うんですかね、昔あったような穴っていうか、これもクライアントから埋めた方がいいんじゃないかっていう話をされたんですけれども、まあ、このままの方がかっこいいからいいんじゃないのかなっていうので残しています。で突き当たって、左に返すとこういう形で少しこう廊下のストローク、長いストロークがこう見えてくる。で中に入るとバッとこう開くというか、開放的なスペース、外側重厚だけど中はものすごく開放的な形になる。いいですね、これが、はい、無国籍っぽいけど、はい、でさっきその前の、リノベーション前に、写真に写ってましたけど、ああいう禁煙マークなんかもそのままあった方がいいじゃんっていうので残して痕跡としてですね残してやっているっていうような形です。でやっぱり地域活性を狙っているような、カフェなので、この壁自体にはギャラリーのスペースとか、まあですね、そういった部分っていうのを兼ね備えているんですね。で、まあ、カフェも、ドーナツ売ったりとか、このちっちゃいドーナツなんですけど、そういうので、カフェを作っているという形になります。ここのリースっていうカフェがコーヒーとドーナツと新聞が売りっていう、さっきあったら新聞しかないですね。そうですね。新聞だったで、結局こう地域の人にゆっくりしてもらいたいっていうので、できるだけキッチンもこういうのフルオープンにしてですね、ドーナツ揚げてるところとかトッピングしてるところが見れたりとか、いうような配慮にして、できるだけそういうコミュニケーションも内向きから外向き、外向きみたいに、改革していっていると。人が入った方が分かりやすいですね。お客さんが入ったところですね、はい、でこれが新聞ですね。でさっきファサードにもあったんですけど、レーンガンにできるだけ触らないっていう計画を僕ら心がけていて、やっぱりなんかこうちょっとレンガ壊したりするとちょっと痛々しい感じがしちゃうので、できるだけ触らないでやりたいなと。でこの前のこの構造体は何のためにあるかっていうと、その当時お米を保管してたんで、そのお米が直接レンガに触れないようにこう緩衝材として立てたらしいんですよね。でこの木をちょっとそのまま残させてもらって、そこにこういうバーを打ち付けて、60市地域の、マニアックな新聞から王道まで60市読めるっていうような、それが一つの売りになっている、ね、スロー&ファーストって感じですね。いいですね。でこの新聞、これまあカウンターなんですけど、カウンター席でも新聞読んでいただきたくって、奥行きを80センチぐらい取ってるんですけど、深いんですよ。だから新聞をこう平らに広げて読めるっていうような、そんなカウンターにしてるんですね。
で天井はこれはもうあのトップライトが排煙の機能を兼ね備えていて、基本的に全部放気を送り出していて最大限という説明があったと思うんですけど、なのでこれすごいとても中途半端なところでこの木張りが切れていると。でただカフェって結局こう何がいいかなっていうと、あの目が休まるというか、あの何かしら目を届かせる場所が あって、それが結果的にリラックスにつながるんで、なんかすごく中途半端なところで切れてるなっていうのもなかなか発見として回数来るごとに面白いのかなというところで、それを一つの味にしてやってますね。でこれはコーナーのソファー席と、あとこれはあの入り口の先の窓だったところの後ろ側にレコード置いてあるんですけど、これレコードも結構あの20分ぐらいであの LP 機終わっちゃうんで片面変えるの大変だなっていうのがあるんですけど、この辺いろいろディスカッションした中で、あのお客さんに変えてもらうっていうのもありかねって話をしたんですよ。そのもう仲良くなったら常連さんだったら常連音楽止まっちゃったから変えとこうかとか、いいですね、利用者の、ね、行動を引き出すという。そうですね、なので割とこういうちょっとざっくりした感じで置いちゃうのもありかもなっていうの で、その辺はおおらかにあの作られてます。家具は結構中古とかそういう感じですか。そうですね、はい、この辺はもう割と古いものを集めたりとかで、そんなに決して高価なものじゃないですけど、結構ミックスして、そうですね。ルースって何ですか。ルースはどういうわけでルースなんですか。あれですよね、ROOTH ですよね。そうですね、これ どこまで言っていいのか分かんないですけど、あの最終的なリリースだとルーツオブシングスっていうことだったんですけど、その、まあ、社長という CEO が本当は何にインスパイアされてルースかっていうのは、まあ、ここはちょっと言えないんですけど、まあでもちょっと全然違うところが起点だったと思いますね。はい、結構いいですね、ピクチャーウィンドウ、はい、でこれはもう夜景の状態なんですけれども、この窓は、まあ、普通のことなんですけど、やっぱ暗がりになると、まあ、中の景色というか中の風景です、ね、外側からスパーンと見えますし、逆に昼だとこう中からですね外の景色がすごく見えるので、それはまあどっちもこう外に向いているというか意識を外に向けるという意味では、こういったところにも一つ表現できているのかなと思っています。なのでこれからこうこのお店を展開していく場合っていうのは、ルースホニャララ153とかそういうのに番地をつけていくっていう感じな。あ、面白いですね。はい、なのでこうサインなんかもこれサインデザイナーの方が作ってくださったんですけど、お標識をバス停みたいな感じの標識、あれはどうなってるんですか。あれ最初から最初からそうですね、あれがブランドのシンボルになっていて、こうコーヒーとかそういうものをイメージさせて、こう地域にどんどんこう、まあ、ドリップじゃないですけどこう浸透していくっていうのをあのデザイナーさんは表現したです。はい、で次はですね、その小さい大きいですけど、これも、まあ、まあ単純な実行対立みたいな感じになっているんですが、これは、まあ、地図です、まあ、ちょうどこの辺り五反田のあたりの地図ですけれども、こういう、なんていうんですかね、地図記号みたいなものっていうのが、お点々と置かれてると思うんですけれども、まあ、お寺だったり、神社だったり、学校だったり、これっていうのは、まあ、こう地図上で目立たせたいから、こういうようなアイコンを作って、地図に代表的に表現していると思うんですね。まあ、こういうのも、まあ小学生とか中学生ぐらいの社会科で習ったようなあの場所をアイコン化しているというような形です。でこれを、まあ、これロフトのタイのアイコンサインって新しい商品です。海外物件ですよね、これ。そうです、ね。なんですけれども、
僕らはこの相棒サイヤのところで、まあ、これ区画なんですが、ロフトさんは本当に雑貨、まあ、皆さんご存知のとおり雑貨屋さんで、いろんなもうグッズを売っているわけなんですよね。代表的なところで言えばステーショナリーだったりとか、あとはそういう美容系の、まあ、化粧品だったりとか、そういうもの、あとはファッションだったりとか IT ガジェットみたいなものっていうのが、もうありとあらゆるものを売っている。でそれを、先ほど その地図記号のようにこういう形であのアイコン化する、まあここの館自体がアイコンサイムっていう名前なので、そういうところでもこう文字ってですね、全てをこう アイコンにしてみたらどうなる。例えばステーショナリーだったらこういう三角定規だったりとかハサミだったり、あとはこうあの、リップクロスだったりとか、まあ、プレゼントっていうのを、まあ、12、3種類アイコン化してというところが我々のスタート地点でした。でこれが、まあ、実際空間になるとどうなるかっていうと、うん、こういう状態になるんです。なるほど。すごいでかい、まあ、このこれぐらい4メートルとか4メートルぐらいの大きさのやつが天井からがっさりつられているような状態なんですけれども、これは先ほどの、このダイアグラムのように敷地の中にこう目いっぱいこう吊られているわけなんですよね。でなのでそのすごい小さかったアイコンをスケールアップさせて、一つのこう、まあ、サインじゃないですけど、そのアイコン自体がその場を表現するような、デザインになっています。でこれはハサミだったりとか定規だったりとか、あとバカになったりとか、分かりますよね、すごいこうバカバカしいようなデザインなんですけれども、なんかこう意外とやりそうで、やってない、バカバカしすぎてやってないみたいな感じのところを作りました。でお店になるとまあこういう形でバーッとこう天井に、最初まあ初見だと何の形なのかっていうのが一見わからない状態なんですけれども、近寄って見てみるとバカ、そしてこうインスタ映えする、下から煽って撮るそういうようなのを狙ってちょっとやってみたんですね。なんかバカですよね。いやいや、これすごくいいんじゃないですか。あと引いたら分かんないからね、もうね。だから次第次第にこう中に入ってきて連れてこう見ていくっていう。そうですね。どんなタイミングでひらめいたのか思い出せないんですけど、これどこら辺からインスパイアされたのか。そうですよね。でもやっぱりこれもちょっと要素をちゃんとこう削ぎ落としたいなみたいなところがもともとあって、ロフトさんって売り方、重機の完成度とかもう歴史が長いんでパーフェクトなんですよね。その人の迎え入れ方、重機動線、それからレジへの動線、全部がやっぱりもう計算され尽くされていて、あんまりこう僕らみたいな設計者が触る必要ないなっていつも思うんですよ。でそうした時じゃあ何やろうかなっていうと、いつも頭上がぽっかり開くんで、そこで何かこう表現をしたいなと。結構下とかにやっちゃいそうですよ、床とかにね、やっちゃいそうですよね、ベタな方法。そうですね、床でもいいんですけど、なかなかいざお買い物すると見えないんですよね、足元ってね。でやっぱりなんかこう皆さん経験あると思うんですけど、東急ハンズとかロフトさん行ってもそうですけど、なんかワクワクするじゃないですか。なんかこう知らないものがあるんじゃないかみたいな、ちょっとこう冒険心をくすぐられるというか、なんかそういうふうになんかこうワクワクしたりとか、なんだろうこれっていうような驚きとか楽しさとか、純粋にこう作りたいなというのはいつも思うんですよね。そうですね、だから結局最後の突破口がユーモアだったっていうユーモアですよ、確かに日本でもこれやったらいいのにな。そうですね、なんか日本はちょっと違うんじゃないですか、テイストがもっとこうローテクな、うん、ラフな感じですよね。あれどうなんだろう、個人的には。そうですね、ちょっと疑問です、個人的には。日本のこっちは楽しいような気がする。そうですね、日本のロフトさんのお仕事もさせていただいたことありますけど、やっぱりオーダーが違うのはバンコクっていう立地において、うん、まだまだこう驚きとか楽しさとか、そういうものを前面に出したいっていう商業の状況がまだあると思うんですね。店舗が持ってるそういうのってもっと あってもいいんじゃないかなという個人的に思うんですよ。
だから今結構禁欲的で、はい、ちょっと禁欲的すぎないって思うんですけどね、個人的にはね。バカバカしさがあってもいいんじゃないかな。バカバカしさって言うほどもバカバカしくなくて、結構洗練されてるんじゃないですか。そうですね、はい、これがなんかこう垂直面に立ってるとサインっぽいんですけど、天井に張り付いてると天井だから全然そういう感じしない、異質なものになって、しかもなんか英語のほらのネームがあるから、結構全体で見ると結構綺麗ですよ。そうなんですよ。この英語のネームもグラフィックデザイナーの広村さんがデザインしてくださったんですけど、アイコンがでかいからこれもでかくしようかなってすごくでかくされてて今ちょうどいいですよね、これ。そうなんですよ。こっち最初はご提案見させていただいた時に、ちょっと本当大きくないですかっていう、こっちがビクビクしちゃったんですけど、いざ現場行ってみたらすごいちょうどいい、ちょうどいいですね。さすがだなっていう感じがしましたね。楽しいじゃないですか、これすごく。あの引用が柱前の引用、すごく楽しいじゃないですか。そうなんですよね、これなんかこう購買欲をそそるからねワクワクするような。これプロダクトプロジェクト進行中の途中でタイガーから要望が来た、真ん中の柱を何か楽しいことにしてくれっていう、僕ら十分この天井にこれだけやって十分楽しすぎるだろうと思ってたんですけど、タイガーだとこれはあってもいいと思いますよまだ足りない。だってこれからになってもどんどん買いたいっていう気持ちが出てくる国だもん。そうなんですよね。じゃあもっとワクワクさせなきゃいけないんだなっていうので、思いっきりデザイン変更、プロモデルチェンジ、中央の柱だけしたんですね。写真をそこで撮ってます。そうなんです。そうそう、あれインスタ映えしたらフォトスポットにしてほしいって言われたんですよね。確かに。じゃあちょっと後付けになっちゃいますけど、こういろんな、雑貨のアイコンが空中にバーッと散ってって大きなアイコンになりましたっていう物語を後付けで作ったんですよね。まあ作ってそこそこ犬も持たせなくちゃいけないので、ここにあるアイコンっていうのは全部デザイン違うんですね。一個も同じのない。そうなんです。全部違う。全部違う。で天井とも被ってないので。そう、俺大変さ。365個。はい、すごい。365バラエティっていうようなコンセプトにして、もう強引に365を押し込めるというトルネードの中で。AV で来いと。そうなんです。それで、なのでもう、アイコンマラソンをうちの会社でずっとやって、はい、ひたすら作っては配置して作っては配置しっていうのを、まあちょっとこう血と汗と涙のアイコンにね、まあ天井から吊られてたりとか壁から持ち出されてるんで、そうその緩やかなこう角度をつけるのも答えの職人さんたちがこう気を張ってくれてです。はい、365個全部違うという。全部違います。すごいな。これはね、ゴミ箱。ゴミ箱。ゴミ箱か。そうですね。左上が一気に。僕らの現場行って分かんないん。そうですね。はい。まあでも結構これは面白かった。苦行のように。これはいつオープンしたんですか。去年の10月9日の時。今どんな感じでしょうかね。今すごい調子がいいんじゃないですか。あ、いいです。はい。いいですね。これからもっと面白くね。はい。じゃあ、どうしよう。10分前。ということで、はい、一応これでプレゼンテーションは終わったんですけども、ちょっと時間がありますので、なんか質問とかありましたら、質問コーナーでしたいと思います。どなたかご質問ある方いらっしゃいますか。あ、なんか質問があったので、じゃあ結局いい画像が出たんで、今日はありがとうございます。ちょうどロフトのこれバンコクですよね、はい、違いましたっけ。バンコク、そうですよね。以前ですね、お二人のあれを見せていただいたときに、確か初期の頃のロフトのあれで、重機のところにこう黄色いポールを立てるような、はい、それでお二人がその時のなんかちょっと間を作るとか、なんかそんなような
で、これああいうこういう重機構成の間にポールを立てるっていうのは非常にあの日本ではいやいやこの業態ではタブーとされて、で私たちもよく私もあの東急ハンズだとかあんなのをよくやってたもんですから、その時にですね、それはどうしてなのかってその間というのは何だったのかっていうのをちょっと忘れちゃったもんですから、もう一回そのあの時の間と、それからロフトがこの現状でバンコクでこれだけの業態を作ってるっていうのをその辺のマーケット市場っていうのをもう一回お聞かせていただければと思うんですが、よろしくお願いします。多分あの今いただいたお話の案件はこれの2年ぐらい前ですかね、サイアムディスカバリーっていうロフトのお店を俺はバンコクで初めて作らせていただいて、その時の今間っていうのを簡単にご説明させていただくと、当時のお店っていうのは出ますか、あの環境異常で天井にですね強烈な造作がついてたんですよね。これよくうちのデザインと間違えられるんですけど、この天井のこの造作はもともと環境にあるものなんですよ。でこの状態で下何にもないところでロフトの店作ってくれって依頼を受けまして、ただこれを無視しないでこれと関連付けてくれって言われてですね、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、でこれ結局あの企画的な法則にのっとって作られた天井の造作だったんで、あの解析していくと等間隔に全部できてたんですよね。なのでその等間隔にこの串刺しにこうイエローのポールを刺していくと、このイエローが結果等間隔で地べたに動いてくるという感じなんですけど、でこれをロフトさんの象徴的なイエローで発光させて、でこのポールとポールをこう線でつないでいくんですよね。線で囲っていくと部屋ができるっていう、でその囲いをこのロフトさんがいつも昔から使っているゴンドラって言われる重機で囲っていったっていう、でその部屋を点在させて中を間と呼んでたと思うんですね。でその内と外を行ったり来たり出入りしながらこう回遊すると巨大な売り場なんですけど、退屈せずに歩ききれるっていうようなそんな構造になっていました。で結局間っていう言い方をしたのはロフトさんがバンコクに出店するにあたって日本のブランドだっていうことを何かしらこう空間に込めてほしいっていうのがあって、あえてこう規則的に住居を並べるんじゃなくて、日本の間っていうもので、一つ提案してみてはどうかなというのが、あれなんですね、だったんです、はい、ありがとうございます。この時は本国のこっちのロフトさんはあまりこの環境には絡まないんですか？ロフトジャパンさんは思いっきり絡みます。ロフトジャパンさんに全部先ほど紹介した業務で最初に提案して、それをバンコク側に提案するっていう、なので世襲がもう一人いるみたいな。ああ、なるほど。ロフトジャパンが OK でもバンコクがダメだと跳ね返されちゃうっていうですね。わかりました。ありがとうございます。他に誰かいらっしゃいますか？ないようでしたらこの辺で終わりにしてよろしいでしょうか？じゃあ今日はどうもおしゃれ。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、すみません。すみません。質問。すみません。ありがとうございました。ちょっとデザインの内容は素晴らしいで言うことも問題なしなんですけども、お二人が代表でやってるということで、まあ、僕も以前二人代表っていうか二人チーフでやってたことがあるんですけども、まあ僕作品見てもらうと非常にこうコンセプチュアルで非常にいいと思うんですけども、お互いを見てお二人で長くやれてる環境であって、お互いのいいところとか得意なところを認め合ってやってらっしゃると思うんですけど、どういう形で、まあ、分業ないし、まあ、デザイン出すときはお互いのアイデアがいろいろ出てくると思うんですけど、なんか相手方に対
して何がこう得意なのかとか、そういう感じるところがあれば、非常にそのデザインの事務所をやる上で素晴らしいパートナーシップだと思うんですけど、その辺どのように認められているんでしょうか。うん、そうですね、ちょっとまあ、直接いるところで言うのはちょっと恥ずかしい。そこが痛いなと思いました。まあ、思うんですけど、僕はすごい平田と似てるところもあれば、まあ、似てないところもあって、基本的な好みは基本一緒なんですけれども、性格の部分であったりとかっていうのは、まあ、実はバッテリーって言いますけど、こっちが女房だったら、こっちはこう旦那、旦那だったら女房みたいな感じっていうのは、入れ替わり、立ち替わりやってくるんですよね。で、僕は、まあ、これ、モーメントとしても誇れるなって思うのは、平田も、最強にプランがうまい、平面計画がめちゃめちゃうまいなっていうのを僕は見ててすごく思うんです。でこれに乗っかっていけばあとはそのコンセプトを具体化していくだけで、まあいいものになっていくだろうという、その骨格作りにおいては、まあ、僕よりも長けているんじゃないかなっていうところがすごい思います。あとは作業をするときにずっととどまっていられるっていうのが売りなのか。まあ、僕は動き回っちゃうんで、もう3つぐらいなんかもういろんなものが気になってうろ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 しながら、はい、やってるんですけれども、まあ、隣り合ってこういうような状態で仕事をしてるんですけど、常に一つのことをやってるときはそれをギュッとやる。僕はもう全然気がいろんなところで散っちゃってパラレル状態でやるし、会社の中もうろ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 歩き回るしっていうような感じなので、その辺は一つのことに対して集中ができる才能を持ち合わせて羨ましいなと思います。はい、どうですか平田さん。そうですね、デザインしてるデザインプロセスの中でどの時の瞬間が一番楽しいですかって以前に聞かれたことがありまして、渡部は人とコミュニケーションをとっていろんな発見があるときが一番楽しいって胸を張って言ってたんですよ。で僕すっごいもじもじしちゃって何楽しいかなと思って出た言葉がもう一人きりでスケッチずっと書いてるときですって言ったらブブブブみたいになっちゃったんですよね、会社がね。で僕はやっぱりそうちょっとぼっとしてる感じがいつもあるんですけど、こうそういうのをいつも渡部が引っ張り戻してくれる感じ、ぼっとするとどん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 深掘りはできるんですけど、逆の別の言い方すれば深みにはまってってるっていう状況でもあるんですね。それだけ視野角が狭くなってってる。でそういうのをぐっと引き戻して、ああだよこうだよああだよこうだからこうしてここはこうするんだって言われたら、あ、10秒で終わっちゃったよみたいな、俺3日間すっげー書いてたのみたいなことが結構あって、でさっき自分でも言ってみましたけど、好奇心すっごい旺盛なんで、デザインにかかわらず何でも吸収しようとするから何でも知ってんですよね。その辺は割と知識の泉っていうところで僕をめちゃめちゃ頼りにしてるんで、その辺が下敷きになってて、お互い、まあ、譲るって言い方いいか分かんないですけど、俺がやるこっちがやるっていうのが改めて話さなくても本当に推進力につながってるんだと思います。素晴らしいコンビネーション、ありがとうございました。他には、ありますか。そしたら僕からも一個いいですか。結構複雑なデザインとかね、バンバなんかもこうスチールフレームだけでこう組んだようなデザインとかね、結構そのトライしていると思うんですけど、ああいうもののプレゼンテーションっていうのは、普段どんな風にやってるのかな。例えば模型を作ってやってるとか、パースを作ってますとか、とかそういうプレゼンごとに全然違いまして、模型を当然作るのが一番伝わりやすい時もあれば、素材の深みがポイントだったらとにかく素材だけを見てもらうっていうこともありますし、表現思考手法のプロジェクトによって全部違うんですね。その時々で一番いい方法を選んでるんです。ただやっぱりこうできるだけ言葉を簡便にするっていうのは気をつけていて、プレゼンでプレゼンは僕らの案をこうボンと見て知ってもらうっていうよりは、
みんなで一緒にスタートラインに立つっていう共通言語を見つける場所だと思っているので、極力簡便な言葉を持っていって、あんまりこう文章化しないで、シンプルにこう話をするようにしているように心がけております。じゃあその都度都度もう全然違うものになるんですか、模型を作る。あのバウバウのこう細い線でされる模型を作る。あれは模型は一切作りませんでした。作るんだ。はい、さっきの見慣れたものも、見慣れないものに変えますっていう、それがバウバウトリックしてますっていう切り口だけで、あとは実際の本物のグレーチング剤を持って行って、カットサンプルですよね、でこれグレーチング剤です、こうなりますっていうふうに CG 見せただけですね。あ、CG は見せて。はい、CG は見せました。はい、で、僕らもどうなるか分かりませんって言いました。プレゼンの場ってすごく硬いし、こっちも緊張してるし、聞く側も緊張してると思うんですよ。そんな大の大人が揃いも揃ってみんな緊張してるってなんか不思議じゃないですか。だからやっぱりここでもユーモアって最強で、そうですね、8割方真面目にやるんだけど、ポンっていう一つ何か投げかける言葉がみんなを全員をリラックスさせて、ああじゃあちょっとやってみようかなっていうふうになれば、同じスタートラインに立てたのかなっていうぐらいですね。ちなみにその時は伊勢さんがいらっしゃる。その時伊勢さんいらっしゃらなかったですね。基本はブランドの各ブランドの、はい、チームがそれぞれいるんで、そこにプレゼンをするというですね。伊勢さんがいたら緊張するんですね。そうですね。伊勢さんいなくても緊張するんですけどね、誰にプレゼンする時もやっぱり考えたアイデアを見ていただく時っていうのは、とても渡辺はそういうことじゃないかもしれない。僕はいつもすごい緊張します。緊張します。緊張したりでプレゼン行くんですか。大概最初は2人でプレゼンに行くことが多いですね。うん、あとはじゃあスタッフも連れて行ったり。スタッフも連れて行く時もありますね。うん、はい、ちなみには何人ぐらいで会社でやってますか。スタッフが今5名いて、全員で7人でやっているんですけども、スタッフ5名のうちの2人はグラフィックの専任のスタッフで、うん、3人は空間専任のスタッフっていうふうに専門職を分けて採用しています。わかりました。ありがとうございます。他何かありますか。もうちょっと時間なんですけど、いかがですかね。はい、じゃあ終わりで、じゃあこれで終わりですけど、あ、ちょっと一言だけですか。私ちょっと宣伝的です。今月ですね、1月に私 の翻訳しましたジェフリー・バワーの本が出ますので、もしご興味がいらっしゃったらよろしくお願いいたします。セイロンのスリランカを代表する建築家でホテルで有名なジェフリー・バワーの本を出しますので、よろしくお願いします。では今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ、じゃあこれで一応終わり。ちなみに次回は時間まだで決定してないです。ちょっといろいろバックのやつになってますから。3月でも一応今考えてはいるんですけど、まだ出してない。